今日はまだガスコンロの掃除をしてないんです。っていうのも今日は揚げ物をしまくろうと思っております。イエーイ。では早速唐揚げの仕込みをしていく。おろしにんにく、生姜、酒、醤油を入れてひたすらかき混ぜる。ちなみに材料はすべて目分量。この日はちょっとニンニク臭くなりたくなかったからスプーンでやりましたが、手の方が早く味が染みます。万全を期して、この日は前日からしっかりと漬け込んでおきました。まずは油を温めていきます。今日はたくさん揚げるので新しいの買っときました。毎日の米油。香りはあんましないやつ。追加と待ってる間におつまみを作ってきます。洗っといたきゅうり、これをちょっと食べやすいようにスティック状に、ココットに入れてきます。この間使ったこれですね、焦がしマグロのおかず味噌。これね、いただき物なんですけど、めちゃくちゃ美味しくて超おすすめ。この間きゅうりつけたらね、すごい美味しかったから、今日もこれを食べてきます。こんぐらいでいいかな。5秒ぐらいでできた。こんな感じで完成です。おつまみ、あれあれ、あったあったあった、片栗粉がないかと思った。衣をつけてきます。これね、最初から混ぜちゃってもいいと思うんだけど、私は後付け派です。分量はいつもと同じで適当です。で、混ぜてきます。片栗粉って触ると気持ちいいよね。めっちゃ好き。では揚げていきます。ここに乗せよう。今日はハイカラって思ったんですけど、一発目はやっぱりビールで行かせていただきたい。グラスが凍ってる。あー、芳醇。いただきます。あー、あ、意外とすっきりしてる。あー、もう冷えてて美味しい。そんな香ばしいとかない。あ、ほんと、そう書いてある通り、お、濃いのにすっきりって感じ。ちょっとね、薄いと言われれば薄いかも。なんかすごい唐揚げらしい唐揚げが出来上がりそうな感じがする。おー、いい感じ。もうずっと見てられるわ。天ぷら屋もね、揚がるまでが楽しいよね。すごく。お好み焼き屋さんもそうだけど、作ってる最中が一番楽しい。じゃあちょっと早速これを食べてみよう。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。超おいしいの、超おすすめこれ。
結構ね甘めでね、味噌っていうよりも味噌よりはちょっと薄い感じだから、これだけでお酒飲める感じ最高だね。こっちも洗っちゃう。どれぐらいで上がってんのかな。大きいのが食べたくてさ、めっちゃ大きくしちゃったんだよね。どれぐらいでどうなんだろうか。あ、これはねめちゃくちゃ飲みやすい。ほんと夏とかに良さそう。芳醇って書いてあったけど、もうちょっといい感じかな。上げてみようかな。ちょっとちっちゃめのやつ。この子もいけそうな気がする。まず第一弾が完成。ちょっと待って、ハイボール作んなきゃ。新しい角買いました。じゃあまずは一番この大きいのから。いただきます。揚げたてめっちゃ美味しい。やばい、これはやばい。ちょっとビール残ってた。あっか、やばい、最高すぎる。お、いい感じ。めっちゃ幸せすぎる。うん、あーマジこれなら太ってもいいって思っちゃう。あー幸せ。第2弾でいい感じに上がった。私いろいろトッピングをね用意したの。抜かりないからその辺は。おろし大根と今日切った小ネギたっぷりめで、でそこにポン酢。第一巡先週おろしポン酢、おろしポン酢。第二巡先週ハニーマスタード、ハニーマスタード。第三巡先週チリソース、チリソース。でも全部おすすめよ全部。でも今はとりあえずおろしポン酢かな。最初にさっぱり的な。もう揚げたての唐揚げに、おー美味しそう。暑い？さっぱりしててめっちゃ美味しい。はあ、最高。次は最後のターン。ねえもう一個、オットセイ割りに大きい子がいる。この子めっちゃ楽しみ。あれ？あ、目の前にあった。もう超病気じゃん。やばいわ。こん
この間さ、テレビで見たのが唐揚げナンバーワンってめっちゃありますよね、そんなにあるもんなんですかみたいなのを見て、あ、確かにって思った。唐揚げ専門店1位、なんとか部門なんとかグランプリ、これ超おすすめ、スイートチリソース。これほんとスーパーとかあと100均とかで100円で売ってるの。このうま激うまソースが100円で売ってるってマジでもうほんとおすすめしかない。ちょっと一応今日はかける系じゃなくてつける系で、これもうほんと美味しいの。ちょんちょんってつけて、赤い、もうね、私生春巻きとかもめっちゃ好きだからこのソースすごい好き。もう今日さ、ほんと美味しすぎて全然どんどんいけそう。はあ、歯が冷たい。ちょっとハニーマスタード先生忘れてたからやっとかないと。めっちゃお久しぶり。これはこれで濃厚さっぱり酸っぱい系でマジでいい。え、割ともう今日の気分にはマッチしてるよ、ハニーマスタード先生は。いい感じ。今日の締めはこちら、マグヌードルを食べたいと思います。どっちにしようか迷う、シーフードかコンソメ醤油か。めっちゃなんかナルトが可愛い感じになってます。こんぐらいかな、いい感じにできてる。マグカップヌードル、するすごい、これがミニオンみたい。これ忘れてた、ペッパーチーズハッピーターン。秘密気になるペッパーチーズのピリッとした辛みと濃厚な旨味がハッピーターンの甘じょっぱさとマッチしたペッパーチーズ味、やみうまな美味しさでみんなにハッピーがターンしますように、ターン王子よりって書いてある。あ、マヨはわかんないかも。あ、これ美味しい。ピーターンはやっぱオリジナルだろうと思うけど、これ結構美味しい。